こんにちは、アルです。さあ、今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。岡崎さん、ありがとうございます。アルさん、最後の1分でギミックの姫ちゃんが出すメガホンレーザーあります。スタート地点は相手陣地を入れませんが、メガホンレーザーだったら相手のスタート地点も貫通して攻撃できる説。結果を楽しみにしてます。チャンネル登録してます。相手のリストにメガホンレーザーが貫通するかどうかってことだよな。よし、調べていこう。オーケー、じゃあサブアルちゃん、行きましょう。ギア先輩だな。インクはもちろん。オッケー、じゃあ今日はそうだな、サブアルちゃんにちょっとメインでやってもらおうかな。オッケー、サブアルちゃん、残り1分ぐらいになったら姫ちゃん降りてくるんでよろしくね。このリストに向けて先輩キャノンを撃ってくれ。こんにちは、サブアルです。今日は私がメインで調べていきます。1分ぐらいになった時にテントクリーズの姫ちゃんが降りてくるので、それでメガホンレーザーを撃って、スタート地点にいるメインを倒せる、倒せるか調べます。なので、1分待ちます。ちゃんと、レポートできるのかな、サブアルちゃん。テンタクルズのことを、なんかテンタクリズとか言ってそうだな。まだちゃんと覚えてないもんな。ちゃんと場所分かっとるよな。あ、分かってそう、分かってそう。なんかどうやるんじゃろ。分かってんのかな。あれ、なんか広がってんな。ん？どこに行ってんだろうな。あれ、分かってる？あれ、これ、縄張りバトル勝とうとしてない？まさかな。調査だからな。そろそろ、あ、ほら、ヘリコプターがあそこにあるね。姫ちゃん降りてくるんじゃない？降りてきそうです。ヘリコプターがすぐそこまで来るかなぁ。あ、来ました、来ました。よし、リスチに降ろう。よいしょ、おっとっとっと。あ、声聞こえた。どうかな、ちゃんとわかるんかなぁ。ちょっと親心だよな。親じゃねえけどな。おお、すごい。わあ、髪が燃えてる。これは確かスペシャルが溜まった証拠って聞いたな。よし、撃とう。よし、見とこ。あ、取ったのかな。リスチに向けて撃てるかい。どこに打てばいいんだろうな。あそこかな。あそこに打ちましょうか。多分スタート地点だからあそこのはず。おー、姫ちゃん打てるのかな。うわー、ロロロロロロ。おお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 、かっこいい。私も姫ちゃんみたいになろう。練習しよう。海に向かって叫ぶぞ。すげえ、姫ちゃんキャノンすげえけど、リスチのバリューの方がすげえのか。不正だ。あぶねえ、怖え。よし、まあまあまあ、ああ結果出たな。まあ、くそ、負けた。地味に塗ってるからな。くそ。オーケーっていう感じで、姫ちゃんの先輩キャノンはリスチのバリアには防がれてしまうという感じですね。オーケー。
という感じでこのチャンネルでですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。こんな感じで気になったこととかございましたらね、 YouTube のコメント欄で教えてください。まあ、すいません、もしかしたら動画にさせていただくかもしれません。さあ次行ってみましょう。ちなみに今日の動画最後に撮影秘話があるよ。じゃじゃん、細川さんありがとうございます。あらさん、どうして飯田さんのおへそは緑なんですか？調べてくれると嬉しいです。これからも頑張ってください。これはそうだな、2、3年前にやったけど、もう一回調べてみましょうか。実はね、僕はテンタクルズのアミーボ持ってるんで、こちらに呼び出すことができるんですね。アミーボを読み込むで、飯田さんのアミーボを置くと、ゴニゴニュンってなって、ほら、じゃじゃじゃーん。ポイッとね。こんにちは。今日の調子はどうですか？いいね。で、写真を撮るでやってみましょうか。で、写真を撮るで、おへそのところにね、ほら、なんかポチってあるじゃん、ポチって。で、あれは、他のタコちゃんにはないんですよ。他のタコちゃん見てみようか。ほら、タコちゃん、タコちゃんできました。ほら、僕のタコちゃんにはおへそがあるけど、緑のないでしょ？で、飯田さんにはポコってね、デベソみたいな、ほんまデベソみたいな、横から見たらな。っていうのがあるんですけど、これはね、どれが一番見やすいかな？これかな？踊ってんね。あ、これ。これすっか。ポーズを決めてもらって、見えやすいやつは。これでいいか。多分ね、僕が前見た感じでは、へそピアスじゃないかなって思うんですよね。まあ、飯田さん、おしゃれなんでね、へそピアスしとってもおかしくないじゃないですか。なので、へそピアスしてんじゃないかなって思うんですが、どうでしょうか。あれって、色で変わるんかね？今、指先が飯田さんって緑になってるじゃん。あれで、あの色になるんかね？インクの色と一緒なんかな？ちょっとインク他の色に変えれないので、フェスの時に見ればよかったなぁ。って感じなんですけれども、ほらね、これ、確かアミーボにも、ほら、ポッチがついとって、多分ヘソピアスなんじゃないかなと、思います。痛いんかな、ヘソピアスね。僕も耳にピアスは開けてるんですけど、ヘソとか怖いなぁ。OK。みんなもヘソピアスやるときには十分注意して。まあ、お医者さんとかにやってもらった方がいいんじゃないかな。危ないけどね。まあ、やらんでもいいんじゃないかな。オッケー。じゃじゃん。みさん、ありがとうございます。投稿お疲れ様です。質問です。R さんはサブ R ちゃんにどういう風にギャラを振り込んで言うんですか？オッケー。これはね、まあ、口座の番号を教えてもらってるんで、こういう風にね、ATM に並びまして、ガチャガチャ、で、カード入れて、僕の口座から、サブ R ちゃんの口座に、ピッピッピッと、はい。今月もありがとうねと、やっております。まあ、まだね、時給制なんですけど、サバルちゃんね。ゆくゆくは、どうせ、雇ってくれって言うだろうしな。しっかりしてるんでね。オッケー。なんかね、抜けてるようでお金の面に関してはかなりしっかりしてるんで、あの子。まあ、心配はないでしょう。っていう感じですかね。オッケー。最後まで見てくださってありがとうございます。じゃあ今日の一番最初のネタのですね、ちょっと撮影秘話を、まあ、撮影秘話っていうよりね、あれ、こんな感じで撮ってましたよっていう感じの流しますんで、ぜひそこまで見てやってください。ませません。おじゃねー。バイバーイ。はい、実は今回の動画を撮るためにですね、二人ともサブアルちゃんになってもらいまして、金色の視点と銀色の視点と、両方ともで、撮影をして、ちょっと編集で織り交ぜていくっていう初めての試みをやってみたんですけど、どうかな？普通ね、一番最初に全部撮って、それを、カットして、編集してっていう感じでやるんですが、今回はね、まあ、カットして編集してはそうなんですけど、2本撮った上で、時系列を織り交ぜていくっていうね、ちょっとね、ちょっと手くいことをやってしまったんでね。うまくいくといいけどね。どっかな、ちょっと短めになるかもしれんのですけどね。サブアルちゃん双子だったということでよろしくお願いします。オッケー。実はね、こんなからくりがありましたよ。気づいてたかな。でも分からんか、この画面だけだったら分からんもんね。オッケー。